驚きも動揺もしません。お二人ならばむしろ当然ですし納得もしましたが、それではただのドスケベ通い妻ではありませんか。結構くすぐったいものね。ああ、それは私が教えたの。とにかくドスケベ通い妻のお供をする私の身にもなってください。そして国民の身にも。国民のためにも後継ぎは早くできた方がいいと思うわ。姫さん、いえ陛下、谷風さんを王城にお迎えする準備だってまだ。とにかくほら、織江も陸を寝室に運ぶのを手伝って。なんなら看病も。あ、かしこまりました。織江には手を出しちゃダメよ。もう出ないものね。あらかじめ絞り取っておいて正解だったわ。いくら冗談でもおっしゃっていいことと悪いことがですね。今度も渡ったらまずは子作りをするから、織江もそういうものだと慣れてちょうだい。